ル版 My name is ヒカリシーナ、魔界からやってきましたシーナヒカリです、よろしくお願いたき。ヒカリの音楽はまあ世界観は魔界なんですけど、音楽的にはロックと、まあ可愛いも入ってますね。もともとギャルの雑誌に出てて、その頃からファッションが派手で、どこからやってきたのってよく言われてて、それで魔界って言ってたんですけど、その頃の魔界があって音楽性でも魔界につながりました。はい、ホラーも好きだし中二だしっていう感じですね。おすすめのホラー映画、おすすめまあ有名かもしれないんですけど、やっぱエスターとか、あとピカリンがめちゃめちゃ好きなのは、あのなんでボーイ、ザ・ボーイ、あの、あ、ネタバレになっちゃうか、言ってもいいですか。言っても大丈夫です問題あったらカットします。あのなんかいや、お人形かと思ってたら実はあのすげえ変態男の話だったりとかするんですけど、結構人が出てくるホラー、人が怖いやつとかが好きですね。あのミストとかもそうですけど、救いようのない絶望があるやつとかがめちゃめちゃ好きですね。あとウィジットとかはい、日本のホラーも呪怨とか感染予言とか結構好きですね。うん、使い分けてるつもりはないんですけど、基本的に魔界以外は普通のピカリンかなって思いますね。魔界もまあピカリンなんですけども、アーティスト魔界のピカリンが一番好きだなって。やっぱゲームしてるか、あのデスノートにあの名前書いてますね。なるほど。はい、自分の復讐者リストみたいな。最近はやっぱあのコロナ禍であまりなんかこうあの執念深い思いとかも抱えることは減ったのですがありますね。うん、あ、ディルアン・グレイの京さんとか好きです。あと海外だとジー・アゴニストのアリッサさんとかすごいあの素敵だなって思います。はい、アニソンとかボカロも聴きますけども、そっちですね、ビジュアル系とか結構メタルっぽいやつとかも聴きます。どっちも好きですかね。うん、あのお化粧してるのも好きだし、音楽ももちろん好きですね。歌詞が一番好きですね、やっぱビジュアル系は。なんかこう現実味を感じさせないようなあの闇の深い歌詞が多いので、そういうところが非常に刺さりますね。中二心をくすぐられる歌詞が多いなと思います。幼少の頃に初めて聴いた音楽ですか。DMC ですかね。おー、まず土下座ロードは最初は歌じゃなくてあのみんなが土下座してたんですよ。とにかくピ様に対する忠誠心を表す行動、目に見える行動をしてほしいなと思った時に、やっぱ土下座、下座りかなと思って、それで最初はただ次が最後の曲ですって言うとみんなが土下座してくれるっていう感じだったんですけども、そのうちやっぱり土下座をちゃんと曲でできる曲が欲しいなと思って、土下座ないっていう曲ができて、その曲は土下座の曲みたいな感じになりましたね。まあ忠誠を表す行為です。それはもう喜びますよ。喜ばないわけがない。はい。やっぱそれも握手会で握手をして、
この人に握手してもらったから今日はお風呂入りたくないみたいな人とかが結構多いじゃないですか。だから今日手洗わないっていう人が。だから手が洗っても、残るものってなんだろうって思ったんですよ。手を洗ってもね。はい、なのでその手洗ってもやっぱ消えないものってなんかその髪跡とか爪り跡とか、まあ、ちょっとした傷ですかね、1週間ぐらいで完治する傷かなと思ってで、やっぱピカには神対応ならぬ神対応かなと思って。なるほど。はい、まあ、基本的にでも、こう自分の証を相手につけるもことも好きなので、うん、はい、痛い愛ですね、あの痛い愛が好きなのでそことも噛み合わせて神対応っていうものができました。うん、なんだろうな、でもなんかやっぱモデルやってたからか女の子のファンがいて、でアイドル現場とか多分来たことない女の子のファンとかもいてくれてるので、そういう子に向けてやっぱ男子があのレディーファーストしてたのかな、でその流れが続いているのかなっていう感じですかね。あとはあの女の子は結構こうビジュアル系のノリというか頭振ったりする子が多いんですけど、男の人はあのまだ魔界ではドルオタというかオタクっぽい人が多いので動きが違うからかなっていう感じもありますね。なんか、はい、あ今ナウでやってるのはあのリトルナイトメア2っていうやつを配信でやってますね。あとはあのジェイソンのゲームとか、まあ海外のやつですけどデッドバイデイライトとかモンハンもよくやってますね、うん、あとフォールガイズとか はい、いっぱい結構やってますね。スプラトゥーンとかも好きですし、あ結構あります。うん、ワールドワイドにやってますね。読めないですね、なんかあのコマンド送ってくるけどあ、まあそうですね、なんとなく意思疎通はします。あ、超絶思います、めちゃくちゃ思ってる。でも台湾とかそういうところアジア系は結構あのやったことがあるんですけど、アジア系じゃないとこってなんて言うんでしたっけ。あ、ですかね、そっち系は全くないのでそういうところとかでやってみたいなって思いますね。うん、幼き頃はよく行ってましたけど最近は全然行ってないですね。はい、あお気に入りの国は普通に幼き頃はよく行っていたハワイは普通に好きですね。韓国は行ってみたいって思います、なんか一回も行ったことないので。はい、あ結構辛いのはめちゃめちゃ食べます。まあ、やっぱりこの世の中に対する不満とかそういうなんだ誰もが一度は抱える劣等感とかそういうものが含まれているかなって思いますね。でも模範解答を演じないといけないっていうこの人間界を生きる術のためにやってるけど実はそう思ってない自分とやっぱ二面性といいますかその内側の部分を歌っているっていう感じですかね。生きづらさを抱えてる人はみんななんかこの歌を聴いてこうちょっと発散できるじゃないですけど、うん、テンチムは昔からお友達で、はい、久々に連絡をしてなんか出てくれるっていうことだったので出てもらいました。まあ、なんかやっぱすごいテンチムもあの MV と歌詞の世界観に合ってるなと思ったのでなんかすぐテンチム謝罪するからあの炎上してねだからなんかこうやっぱ模範解答じゃないですけどなんかこう世の中にわーって言われちゃうこととか、うん、こう偽善者ぶらないといけないところとかもなんか MV の世界観に入ってるかなと思います。
歌詞が先です。あ、たまたまホリエモンさんっていう歌詞が入ってたので、ホリエモンさんにお願いしてみたら、はい、許可をいただけてホリエモンさんも降臨したっていう感じです。なんか、はい、声捨てっていうやつで、ホリエモンさんの声に近いやつを作ったっていう感じです。海外でライブしたいです。君に会える日を楽しみに待っている。ぜひ君の腕をかませてくれないか。ピサマと魔界で下座りなさい。ありがたき。